セルゲー・ミハイロビッチ・ソコルは、ロシアの外務官僚、企業家、政治家。ネフチガス・テクノロギア社副支配人、ノリリスク・ガスプロム社総支配人、イルク・ーツク州知事代行などを経て、2011年から RT、ヒム・コンポジット社総支配人。1970年12月17日、セバストー・ポリに、軍人の家庭に生まれる。1987年19場ソ連大使館。 付属高等学校を卒業する。1992年モスクワ国際、関係大学国際関係学部東洋科を卒業する。政治学博士候補号を取得。英語、スペイン語、新ラ語に堪能。1992年から1994年まで、中エクアドル大使館書記官補。1995年から1997年まで、ドクロ合弁会社。 ネフチガステクノロギア社の商業、財務担当副支配人。1997年、ノリリスクガスプロム社経済、財務担当副支配人を経て、総支配人。1999年から2002年まで、タイミル自治官区議会議員。2000年ロシア大統領選挙で、ウラジーミル・プーチン陣営のノリリスク地区選挙、対策責任者を務めた。ちなみにプーチンは、 同地区で79.46%を得票した。2002年クラスノヤルスク地方副知事に任命される。2003年まで産業エネルギー、森林、運輸、通信、電気料金、財政再建などの部門を監督した。2004年副知事、地域行政府委員会議長。2005年4月、クラスノヤルスク地方とタイミルジ治管区。 エベンキ自治管区の合併の準備と住民投票を積極的に推進した。2006年合併地方検証基礎作業部会長。2007年6月、合併後のクラスのヤルスク地方副知事に就任。2008年4月、イルクーツク州第一副知事。2009年5月10日、イルクーツク州のイーゴリエ・シポフスキー知事がヘリコプター事故で死去した。ソコルは、 知事代行に就任し事故の対応に当たった。公認知事にはドミートリー・メゼンツェフが任命され、衆議会に承認された。2009年6月、辞任。2010年から2011年までロシア、技術公社社長顧問。2011年、RT、ヒムコンポジット社。私生活では、夫人との間に次男。ありがとうございます。